リーアイア国家は、アメリカの自動車製造会社、フォード社の元社長であり、その後クライスラー社の会長も務めた。1924年10月15日に、裕福なイタリア系移民の息子として、アメリカ東海岸のペンシルベニア州アレンタウンに生まれた。両親は、食堂経営者で、イタリア南部ナポリの北東産、マルコデイ・カボーティ村の出身であった。 1930年代の大教皇の影響を受け家計が苦しくなったが、その後持ち直し、大学入学まで同士で育つ。アメリカ東部の名門大学、リーハイ大学で、機械工学と管理工学を学んだ後、同じく東部の名門である、プリンストン大学大学院で修士号を取得。 第二次世界大戦終結後の1946年8月にアメリカの自動車製造ビッグ3の一角を占め当時世界第二位の規模を持つ自動車会社であるフォードに入社した理系の学歴を持つこともあり当初は技術畑への配属を打診されたもののフォードに入社した後は希望通り主に販売に関わりアメリカ東海岸地区の地区販売支配人や 商用車販売部門長などを歴任した。その後国内市場のローン販売の企画の成功などで頭角を表し、1960年11月にフォード部門の総支配人兼副社長に就任。当時のフォードの社長で、後にジョン・エフ・ケネディ政権の国防長官となる、ロバート・マクナマラの下でラツワンを振るうこととなる。 ニューヨーク万国博覧会のフォード館前に展示されるマスタングマーキュリークガーでトマソパンテーラフィエスタマスタング1960年代に入って以降の後継機を背景に第二次世界大戦以降に出生したショイベビーブーマーと呼ばれる世代向けの中型車として開発されたニドアクーペーマスタングの開発責任者となる 1964年4月17日から開催されたニューヨーク万国博覧会の初日に発表された初代マスタングはそのスポーティーな外観や性能低価格フルチョイスシステムと呼ばれる多彩なオプション群と巧みな広告戦略などのマーケティング戦略によりフォードモデル T 以来と言われるアメリカ自動車史に残る大ベストセラーとなりアイア国家の名は マスタングの名と共に、全世界に知れ渡ることになる。1965年1月には、フォードとマーキュリー、リンカーン部門の副社長に就任。当時オールズモビルやビュイックの構成に低迷していた、フォードの高級車部門のマーキュリー部門やリンカーン部門の立て直しを成功させた。さらに、マーキュリー部門の高級スポーツカーの、 クーガーやリンカーン部門の高級クーペ、マークさんをヒットさせるなどの実績を残し、同社会長で創始者、ヘンリー・フォードの孫にあたるヘンリー・フォード2世の覚えも、めでたく、1970年1月に、フォードの社長に就任した。社長在任中は、オイルショックと日本製小型車との競争激化を受けて、低迷した国内外の販売を、 モデルチェンジの末に肥大化したマスタングの小型化や、国内販売網の強化、全輪駆動の小型車である、フィエスタの導入などを行い乗り切ったほか、いくつかの不採算事業の売却を行い、経営状況の安定を行った。一方で、アイア国家はその優れた手腕とは裏腹に、その社長という地位を利用した、公私混同、特に、 イタリア系の企業との癒着とも言える経営も多かった。副社長時代の1967年には、友人で、イタリアのスポーツカーメーカーのデトマソを経営する、アレハンドロ・デトマソが、フォード V8 エンジンを搭載した、マングスタを登場させるなど、その関係はおとなしいものであった。しかし社長に就任した、直後の1970年には、イタリアのコーチビルダーの、ィアオ、 アレハンドロ・デ・トマソから買収した上に、デ・トマソを、フォードのスポーツカープロジェクトに招聘し、ブランドイメージ工場のために、フォード GT40 のイメージを踏襲する、スポーツカーのプロジェクトを企画した。フォード製5.8リッター V8 エンジンを、ギアのトム・ジャーダがデザインしたボディに搭載した、高級スポーツカー、パンテーラを開発させ、アメリカ国内のリンカーンとマーキュリーのディーラーで、 販売させるなどしていた。しかしこの一連のプロジェクトは、デトマソには、莫大な売却益と、アメリカ市場における、知名度の向上という恩恵を与えたものの、フォードにとっては、製品耐久上の問題をはじめとする、必要のない問題を抱え、利益を与えるものとはならなかったために、大きな批判を受けた。なお、この時に買収した、ギアと、ビニャーレは、 現在もフォードが所有しており、フォードの高級グレードなどに使用している。アイア国家とヘンリー・フォード2世は、同社の順調な経営成績を背景に当初は、良好な関係を築いていた。しかし、アイア国家は、優れた、経営手腕を発揮しその名声を高めていく一方で、人一,一倍自己顕示欲が強いことと、イタリア系の出自をもとに徐々に、 蒸気のような格子混同とも言える独断的な経営手法を炉にしていき、その手法は1970年代中盤には誰の目にも明らかになっていった。アイア国家とヘンリー・フォード2世は1970年代中盤に差し掛かるとヘンリー・フォード2世が引っ張っていたヨーロッパ市場における販売戦略による対立やフィエスタのアメリカ市場導入、さらには アイア国家自ら行っていたホンダエンジンを搭載した小型車の開発の突然の中止など同社の経営方針をめぐって両社は対立していった。対立関係は急速に悪化し、ヘンリー2世がアイア国家のイタリア系マフィアとの関係を含む様々な身辺調査を行うなど修復不可能な状態にまで発展し、さらにフォードは 社長職の上に副会長職を創設し3人の上級社長による経営体制の構築を行うなど、アイア国家に対する事実上の広角人事まで行われた。1978年10月、フォードが史上最高の売上を2年連続で達成したと発表された直後、ヘンリー・フォード2世の別に理由はない。私は、 君が好きでなくなっただけだの一言で同社を解雇された。この解雇は非常に唐突に行われたもので、直後に発売された新型マスタングのポスターが、アイア国家の掲載されている、版のままで差し替えが間に合わなかったほどであった。この件に関して、当事者のヘンリー・フォード2世は、アイア国家ブームを抑えなければならない理由が山ほどあったのだ。アイア国家がピンと来て、 ずっと会社を辞めてくれれば、と願っていた都自伝の作家に語っている。また、綾や国家も、解雇されたショックとヘンリー・フォードを二世、そしてその側近に対する恨みを、辞書、綾や国家、我が闘魂の経営に書き綴っている。なお、フォード解雇後、フォードとの契約により用意されたデトロイト近郊の、ミスボらしい事務所に、フォード時代から引き継いだ秘書と共に向かった綾や国家は、 その悔しさに二度とその場には戻らなかったと言われる。軽エンジン系プラットフォーム採用、プリムスリライアントフォードを解雇された直後の1978年11月にフォードのライバルであり、日本車との販売競争や第二次オイルショックによる大型車戦略の破綻、ずさんな財務などの煽りを受けて、当時深刻な経営危機に陥っていたクライスラーのジョン・ジェリカルド会長に壊れて、 同社の社長に就任する。就任後は、同社の社内改革を進める一方、自らの年俸を1ドルとし労働組合との共闘の道を開いた。また、1979年12月には、同月に成立した債務保障法により、連邦政府から15億ドルの資金調達に成功。同時に、V 型8気筒エンジン搭載の中、 大型車中心の開発姿勢から、2.2リッター直列、4気筒エンジン搭載の小型車中心の開発へと、舵を切った。2年後、1981年に発売された小型車、プリムス・リライアント、ダッジ・アリエス、ダッジ400は、大ヒットし、また、連邦政府からの借金を全額返済し、クライスラーは深刻な経営危機から立ち直ることとなる。 軽エンジンスプラットフォーム採用ミニバンダッジ、キャラバンニューヨーカーさらに1983年には、フォード時代に、アイア国家の右腕として活躍していたが、アイア国家と同じく、ヘンリー・フォード2世との対立の末に解雇され、クライスラー社に転職したハロルド・スパーリックの下で、開発されたアメリカ自動車初のミニバン、ダッジキャラバン、プリムス・ボイジャーが、大ヒットし、同社を、 黒字化させた。小型車で大ヒットを博した軽エンジン系プラットフォームは小型車での採用のみならず、排気量拡大、プラットフォームを拡張するなどして、前述のミニバンやニューヨーカーなどの中型車、レバロンコンバーチブルなどのスポーティーカーへも流用された。軽エンジン系プラットフォームは1980年代から1990年代のクライスラーで、 多くの車種で供要されることとなり、同社の開発コスト低減に貢献し、多くの中、小型車を成功に導き、破産寸前とまで言われたクライスラーを立て直し、数十万人のアメリカ人の雇用を守った。この功績により、アイア国家は、アメリカ産業界の英雄とまで称されるようになった。クライスラーを経済危機から救った1982年5月には、 当時のロナルド・レーガン大統領に壊れ、ニューヨークの自由の女神像の修復基金の代表を務めたことから、大統領選挙への出馬さえ噂されるようになるが、1984年に出版され、世界的な大ベストセラーとなったジジ、自助伝、あや国家、我が闘魂の経営でこれを否定している。プリムス・コンクエストの名で販売された、三菱、スタリオン道書では、 日本やヨーロッパの自動車会社との資本提携により世界最大の自動車メーカーゼネラルモーターズを超える競争力を持つ自動車会社を作るというグローバルモーターズ構想を提唱。アイア国家は経営危機を乗り切り経営が安定したクライスラーの拡大を目指した。1985年には日本の三菱自動車との提携をまとめイリノイ州に合弁会社の ダイヤモンドスターモーターズを設立し、同社の工場で共同生産を開始するとともに、同社のモデルをプリムスブランドでの販売も開始した。1987年には経営不振に陥っていたフランスのルノーの参加でジープブランドを所有するアメリカンモーターズを買収し、ジープブランドをクライスラー社の公衆益部門に育て上げた。 またルノーのモデルをイーグルブランドで販売したもののこれは成功したとは言えなかった。TC by マセラティル・バロンこれらの動きと同時にフォード時代からの友人であるアレッサンドロ・デ・トマソとの個人的な関係だけをもとに話を進め経営的には何の意味もなさなかった。イタリアの高級車メーカーのマセラティとの提携による TC by マセラティの生産や 1987年に行われたイタリアの高級スポーツカーメーカー、ランボルギーニのインドネシア系企業からの買収。さらにその後のランボルギーニのフォーミュラ1への挑戦など、フォード時代に失脚するきっかけを作ったイタリア系企業の試みはすべて失敗に終わった。また、ビジネスジェット機製造会社、ガルフストリームエアロスペースの買収など、アイア国家は、 独裁的な地位とイタリア系という出自を背景にした公私混同とも言える経営を行っていた。これらの失策は数々の成功を収めたアイア国家でさえ10年以上にわたる長期政権による弊害が出てきたとの批判を社内外から浴びざるを得なかった。国内外の自動車会社との競争がさらに強まる中、アイア国家はこれら本業とは直接関わりのない 事業に次々投資し、しかもその多くで巨額の損失を出していった。さらに軽プラットフォームに過度に依存した結果、10年以上経つもののビッグマイナーチェンジで終わらせた各モデルの陳腐化が進み、販売台数が低迷する中でアイア国家は、社内外から批判を受け、株主や役員会からの反発もますます強くなり、1992年に、 クライスラーを退職した。退社後の1994年には自動車電動入りした。1995年には投資会社トラシンダの会長カークカーコリアンからクライスラーを株価非公開企業にした方が利益が上がると勧誘されクライスラーの敵対的買収に乗り出した。結果クライスラー会長のイートンはアイア国家が会長の職を奪おうとしていると老媒して ダイムラー・ベンツとの合併劇に至った。アイア国家本人は、著書の中で敵対的買収の意図は、全くなかったと後悔していると記述している。その後は、亡くなった前妻の死因である、糖尿病克服のための財団の代表を務める、傍ら、電気自転車を製作する会社を経営していた。また、2002年にニュースキンエンタープライゼスが創設した。 世界中の飢餓に苦しむ子供たちを救うという名目のナリッシュザ・チルドレン活動を支持し諮問委員会の会長を務めていた。しかし2010年頃からパーキンソン病に悩みその後パーキンソン病をよる合併症を患いこれ異行校の場には姿を現さずロサンゼルスの自宅で療養中だった。2019年7月2日に死去した 94歳没 A.B. オートインダストリーレジェンドリーアイオコカデッドアット94 J.A.L.O.P.N.I.K. c o m H.T.T.P.S. J.A.P.N.I.K. ドットコムオートインダストリーレジェンドリーアイオコカデッドあとマイナス94から18億36006734 2020年2月9日閲覧 A.B.C. 米経営者アイア国家史指揮名者マスタングを開発。朝日新聞。https www.a.shi.com アーティクルズ ASM733SJLM73B00PHTML2019 年7月3日閲覧。リーアイア国家。1985年。リーアイア国家。1985年。リーアイア国家。 1985年、リーアイア国家。1985年、リーアイア国家。1985年、メーナード・ゴードン。その後のアイア国家。クライスラー建て直しの戦略東急エージェンシー。1986年。リーアイア国家。1985年、リーアイア国家。1985年、リーアイア国家。1985年、リーアイア国家。 1985年、リーアヤ国家。1985年、リーアヤ国家。1985年、リーアヤ国家。1985年。ありがとうございます。